デュアルチャンネル対応メモリスロット。それぞれのチャンネルが色分けされている。デュアルチャンネル、またはデュアルチャンネルとは、講義には同一の規格の通信インターフェースを二重に備えること。競技としてはパソコンに搭載されているランダムアクセスメモリの規格において、DDR スタラム、DDR2 スタラム、DDR3 スタラム、DDR4 スタラムに対応したマザーボードを用い、 メモリとノースブリッジマのデータの転送速度を2倍に引き上げる技術である。また、3から4枚一組のラムを使用するトリプルチャネルやクワットチャネルも存在する。本校では競技についてもベル。本企画の誕生は1999年にインテルが発表したダイレクトランバス D ラムに橋を発する。ドラムは技術的断絶を必要としたため一般普及に 失敗した経緯を持ち、インテルは、ドラドラムの転送速度に代替手段を相対的に、低速なスタラム系技術に求めた。元来はペンティアム4のメモリ転送能力要求に、見合う速度を必要として誕生した技術であったが、同社のインテル865チップセットに、DDR スタラムインターフェースを2つ並列で、実装されることとなる。ドラム PC 市場でのドラムのマーケティングを、 参照2枚以上を1組としたラムをマザーボードに挿入し、同期させることで効果が得られる。例として、DDR スタラムでは1枚のメモリで6 4ビットのデータ幅で転送されるが、デュアルチャンネルの環境下では1 2 8ビットとなる。転送速度も PC4000 であれば 4.0GB 秒の速度で転送されるが、デュアルチャンネルでは 8.0GB 秒となる。 周波数は2枚のメモリが同期を取る。特性上、同じとなる。デュアルチャンネルで動作させるためには、マザーボード上のチップセット、または CPU 内蔵のメモリコントローラが、デュアルチャンネルに対応している必要がある。各チャンネルの合計メモリ容量が等しい場合は、デュアルチャンネルモードで動作するが、各チャンネルの合計メモリ容量が異なる場合は、フレックスモードでの動作となる。どのモードでも、 メモリの動作速度は最も遅い DIM、MM、に合わせられる DDR2 スタラムを用いた際、そのメモリパフォーマンスはフロントサイドバスのバランスで上限が決定していた。例えば、インテルコア2で FSB が 6.4GB、S の場合、実行できる転送速度はシングルチャンネルの DDR2 から800と同速度であり、速度はごくわずかしか向上しない。 または全く向上しないといった場合が見受けられた。インテルコア,アイ、AMD フェナム2から DDR3 スタラムへと移行し、フロントサイドバスの廃止、メモリコントローラの CPU 内蔵、メモリの速度及び、チャンネル数の CPU 側による規定といったプロセスを経た後、デュアルチャンネル、クワットチャンネルの速度を出すこととなった。メモリの帯域幅が狭いがために、 パフォーマンスが引き出せないフロントサイドバス回 SB とメインメモリのバランスを参照デュアルチャンネルを利用することで CPU や各種バス間とのデータのやり取りの効率化を図れるメモリは CPU と各種バスの間に位置しており CPU や各種バスよりメモリの帯域幅が狭い場合そこがボトルネックとなりコンピュータのパフォーマンスを低下させる原因になる デュアルチャンネルを利用することで帯域幅を増やすことができるためパフォーマンスを向上させることができるメモリ増設の際季節のメモリと併用する前提でデュアルチャンネル動作スロットに新規のメモリを増設した場合デュアルチャンネル動作が正常にできなくなり誤動作することがある代表的な症状としては Windows では Explorer がフリーズするカーネルモードで停止するなどがあるこの場合 増設前に BIOS の設定でシングルチャンネル動作に変更する。または季節のメモリを除去し、同一ロットのメモリを2枚以上増設することでこの問題を回避できる。インテルのフレックスモードとメモリ増設元、アザブハルオーの週刊 PC ホットライン。ありがとうございます。